はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第16弾やっていきます。で、前回のね動画の最後の方でも話したんですが、ここからね特にこうカテゴリーしなくて、まあ、なんだ接続詞とか動詞ってカテゴリーをしないっていう話をしたんですけど、今回ちょっと頻度っていう、まあ、回数とか頻度っていうのをね、中心にやっておりますね。カテゴリーしてんじゃんっていう感じするかもしれないんですが、よかったらお付き合いください。ではまずこの状態でテストしたい方は止めてやっていただいて、で自分の方はね早速1番からやっていきます。ではまず1番、これが always です。 always で、always で、いつもです。 always で、いつも。で、2番がこれ、o から始まるんですけど、最初 once って言います。発音が once。で、once は2個大切な意味があって、1つが、1回っていう回数を言うときに使う。1回っていう回数ね。1回行ったことがあるよ、みたいな感じ。で、もう1個が、かつてです。まあ、昔はみたいな感じ。かつてこうだったみたいなね。時に使う。これは両方覚えてください。で、次が、オーフンです。オーフン。で、オーフンで、しばしば、というになります。まあ、よくってね、いう意味もあるんですけど、しばしばの方が覚えておいた方がいいかなというイメージです。よくのが使いやすいんですけどね。で、次が、ネバーです。ネバー。で、ネバーが、一度も、ほにゃららない。まあ、一回もないよっていう。まあ、一度もでも一回もでもいいんですけど、一回もそこ、どっかに行ったことがないよ、みたいな時に使うのがネバーです。で、次が、アゲインです。アゲイン。で、アゲインは、まあ、歌の歌詞とかでもね、よく使われますけど、もう一度。アゲインでもう一度。で、いつも言ってますけど、これよりね、ここが一番有名な意味だと思って書いてるんですが、他の意味でもあるので、ね、ちょっとずれたら、そこもね、ずれたら申し訳ないんですが、ひとまず有名な意味でいきます。で、次右行きましょう。で、6番が usually です。usually。で、usually は、大抵、まあ、大抵はとかだね。で、あとは、まあ、カッコにしとこうかな。普通はとか、ふが一本単、あ、違うわ。あった。普通はだね。ただ、大抵のがよく出てくる。うん、ここと同じイメージだね。よくとか、普通のが使いやすいんですけど、そう。普通こうですよ、みたいな。で、後でちょっと説明入れます、そこはね。で、次が twice です、twice。で、twice はちょっとこいつとセットで覚えてほしくて、once と twice ね。まず、once と同じように、回数を言うことができます。どこどこに2回行ったことがありますとか、何かを2回食べたことがありますとかね。で、もう一個大事なものがあって、twice、2倍という意味で使うこともあります。なんとか倍だね。そう。で、この2倍ってのもあるので、これも覚えておいてください。で、ちなみに、まあ、今回1回と2回しか入れてないんですが、1回、2回、じゃあ3回以降どうなるかっていうと、3回とかは青だね。3って3じゃないですか。で、その3っていう数字に、タイムに S をつけた times、3 times ってすることで、これで3回になります。あと、それ以降全部そう。4回だったら4 times、5回だったら5 times っていう感じになる。だから1回と2回だけちょっと特殊なんだよね。once, twice。あとは1、あと3 times とかの times でいけるという感じです。で、次、8番が sometimes です。sometimes。で、これが、時々という意味になります。で、どうしようかな。このね、1、6、3、8、じゃ線引こうか。1番と6番、3番、8番。ここがね、ちょっと仲間でね、セットで覚えてほしいとこなんですけど、一つ90先やっちゃうかな。これだけね、全然話が違うんです、ここと。と全く関係ないんですけど。これ、ソンって書くんですが、発音3です。3。で、これで、息子です。息子。で、3は気をつけてほしいのが、似てるやつに、この3があります。これ発音同じです、両方。3で。
で、U の方の3は太陽って意味になります。こっちは太陽ね。で、O の方の3が息子です。で、最後発音ね、ダウっていう風に始まるんですけど、発音はドウです。ドーターと言います。ドーター。で、ドーターで、まあ娘、まあセットですね、息子娘になりますけど、という意味になります。で、まあここの once twice、 まあ3 times の回数の方はさっきやったので、あとここですね、いつも、まあ大抵は、しばしば、時々、この単語のことを頻度を表す単語、まあ、どれくらいするのっていう頻度のことだね。表す単語ってよく言われるんですけど、これセットで覚えてください。で、今回はこの順番です。1、2、3、4、いつも、大抵、しばしば、時々、この順番で頻度が多いんです。いつもするよって、まあ、いつもで一番頻度が多そうでしょ。毎日してそんな感じするしね、ずっとしてるみたいな。で、大抵はしてるよみたいな、しばしばよしてるよ、まあ、よくしてるよって言い方でもあるんですけど、で、時々してるよみたいな。で、使い方として、一般動詞の前、 B 動詞の後というルールがあります。これちょっと書けないんで、書かないんですけど、覚えてください。一般動詞の前、 B 動詞の後です。で、一個だけ例文書きます。どこにしよっかな。ここで行こうか。例えば、じゃあどうしよっかな、 usually 使ってみようか。I get up at 6. I get up at 6. これで、get up 起きるです。で、at 6 で6時になんで、私は6時に起きます。という文になります。で、まあ、今、get up 使ってますけど、get って一般動詞ですよね。これ動詞ずっとみんなやってきたやつ。一般動詞。だから、ここにもし、じゃあ、大抵はを入れたいと。私は大抵6時に起きます。まあ、大体6時に起きるよ。ってことを言いたい。そしたら、どこに入れるって言ったら、一般動詞の前なんで、ここに入れてください。I usually get up at 6. っていう感じ。で、もし、B 動詞、今例文書かないですけど、B 動詞を使ってる文だったら、B 動詞の後ろです。使うのは。一般動詞だったら、一般動詞の前に、この頻度の単語を使いたかったら入れてください。で、もし、always を使うんだったら、I always get up at 6. 私はいつも6時に起きるよっていう。大抵って言ってると、たまに起きないっていう感じだね。いつもはいつも起きるよっていうね、頻度が高いイメージになりますけど、まあ、こんな感じで使い分けてみてください。では、今回はきっかけ単語第16弾でした。っていうか、消してないのはね。で、今回はね、カテゴライズしちゃいましたけど、まあ、ひとまずは、カテゴライズが何とかしとかはね、そのなんだろう、カテゴリーにせずにやっていこうとは思ってるんですけど、まあ、たまにね、前リクエストでいただいたのが、数字とか曜日とか、あと月、1月2月みたいなのをしてほしいっていうのもあったので、まあ、その辺はね、カテゴリーしてしまった方が覚えやすいとは思うんで、まあ、取っていこうかなとは思ってるんですが、ちょっとね、次回はもう普通にも作ってしまってるので、なんか動詞の、動詞じゃねえや、普通の単語のね、詰め合わせをやっていこうと思いますので、まあ、なんかカテゴライズしてる時もあれば、しない時もあるみたいな感じで見てもらえたらと思います。ていうか、すいません、今気づいたよ。ごめん。ここあれだね、切れてたね。これは完全に見てくれてる方は、あれ、あいつ切れとるで、みたいな。もう、ここ下がいいんか。こっちだね、ごめん。失礼しました。こうだね。これ大丈夫かな。はい、ということで今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回はまた明後日のですね、16時にアップしていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。